プラスウルトラ航空はアドルフォ・スワレス・マドリード・バラハス空港を拠点とするスペインの長距離路線を中心に運行している航空会社。プラスウルトラ航空は2011年にエア・マドリードの元ディレクターであるフリオ・ミゲル・マルティネス・ソラによって設立された。プラスウルトラは日本語でさらなる前進という意味を持つ。これはスペインにおけるラテン語のモットーである。 この語句は、チャールズ5世、聖ローマ皇帝、スペイン王の個人的なモットーから取られたもので、オリジナルのフレーズ、ノンプラスウルトラの逆転となっている。2016年6月15日、プラスウルトラ航空は、ドミニカ共和国のサントドミンゴやペルーのリマなどを目的地とした定期便の運航を開始した。最初の航空機材は、2014年後半に、 バルフエアーから購入した2機の中古のエアバス A340 から300であった。2017年3月、プラスウルトラ航空は、2017年6月15日から、フライトを開始するバルセロナマドリード・サンティアゴ・デ・チリ、と、2017年7月1日からフライトを開始するバルセロナ・ハバナの2つの新規路線を発表した。さらにその1年後、 同社は北テネギフェカラカス路線の運行計画も発表した。2018年6月現在、プラスウルトラ航空は以下の目的地への定期便を運行している。就航先一覧プラスウルトラやバス A340 から3002018年6月現在、プラスウルトラ航空は以下の航空機で運行されている。ウィキメディアコモンズには、プラスウルトラ航空に関するカテゴリーがあります。 ありがとうございます。